江崎哲馬国土交通副大臣在任時の江崎2017年8月9日、沖縄県女村の沖縄科学技術大学院大学にて、江崎哲馬は日本の政治家。自由民主党所属の衆議院議員。内閣府特命担当大臣、領土問題担当大臣を歴任した。父は、元通商産業大臣の江崎きますみ。いぼは、 元衆議院議員の江崎洋一郎。愛知県一宮市に生まれる。一宮市立高山小学校、一宮市立南部中学校、愛知県立一宮高等学校卒業。1967年3月、立教大学文学部教育学科卒業。同年4月、少林寺憲法の改祖である総道の海の秘書となる。 1971年1月から衆議院議員の父江崎雅美の秘書を務める。1986年市宮サッカー連盟会長に就任。1992年10月28日、形成会の会長が小渕慶三に選ばれると、これを不服とする派内の小沢一郎のグループは羽田勤を代表とする政策集団。 改革フォーラム21を結成すると発表した。同年12月初め、父親の江崎雅美は、次期衆院選には出馬せず、地盤を三男の鉄馬に譲る意向を表明した。この時雅美は、鉄馬は羽田派から出ると言い切った。1993年、学校法人一宮女学園理事に就任。1993年6月18日、 野党が提出した内閣不信任決議案は自民党羽田勤派が賛成したことから可決し、衆議院が解散。当時、愛知県には羽田派に属する議員がいなかったため、父の江崎雅美は、旧岐阜一区の松田岩尾窓口に羽田派と接触を行っていた。6月22日、鉄馬は、一宮市、港南市、庭群選出の江崎雅美経験儀5人ともに、 状況。砂防会館のマスミの事務所を訪れた。5人の県議は、それぞれの選挙区の事情を踏まえ、羽田派に行くか、自民党公認で行くかについて、意見を述べ、哲ツは父親に向かって、羽田派と共に、新しい時代の政治改革に取り組みたいと言った。マスミが、君の選択を尊重すると、最下を下し、行くべき道が決まった。フシは、その後、 清井町の羽田務の事務所を訪問。羽田代表からお互いに同志として頑張りましょうと激励を受けた。7月18日に行われた第40回衆議院議員総選挙に新政党公認で旧愛知3区より立候補し、初当選を果たした。7月31日、衆院選に絡み、市の宮市議の古田博氏が公選法違反容疑で逮捕された。 1994年、新進党結成に参加。小選挙区比例代表並立制が導入された1996年の第41回衆議院議員総選挙では、愛知10区から新進党公認で立候補し、再選される。新進党開党後の1998年には、自由党の決闘に参加し、財団法人日本武道館の評議員も務めた。 2000年4月3日、連立政権を望むグループが自由党から脱退し、新たな政党、保守党を設立。江崎も同党に参加した。4月5日に発足した第1次、森内閣で外務総括政務次官に就任。6月の第42回衆議院議員総選挙に保守党公認で出馬するも、 自民党公認で出馬した鈴木正宏との間で氷河分散市民主党の現職佐藤幹事に敗れ現職の外務統括政務時間ながら比例復活もならず落選2003年の第43回衆議院議員総選挙に保守党の後継政党である保守新党公認で立候補し僅差で佐藤を破り国政に返り咲く選挙後保守新党の回答により 自由民主党に入党。2005年の第44回衆議院議員総選挙で4期目の当選。第3次、小泉内閣で国土交通副大臣に就任する。2009年の第45回衆,議2012年の第46回衆議院議員総選挙で4候補を破り、5期目の当選を果たす。みんなの党に移った杉本は比例復活で当選。 落選中に所属派閥の旧二階派が、志卒会に併合されたため、江崎の新たな所属先も二階都市広らと同じ、志卒会となった。ほどなくして伊吹が衆議院議長に就任したため、二階が新しい志卒会の会長につき、同派の通称は以前の所属派閥と同じく、二階派となった。 2013年10月15日、衆議院法務委員長に就任。2014年の第47回衆議院議員総選挙で6選。2015年2月の市の宮市長選挙では、元と2016年1月4日に、衆議院消費者問題に関する特別委員長に就任した。2017年8月3日、第3次安倍第3次改造内閣で、 内閣府特命担当大臣、労働問題担当大臣に任命され初入閣した。同年10月の第48回衆議院議員総選挙は、自民党の比例定年制のため重複立候補せず、愛知10区のみで立候補し、希望の党の安井美子、日本維新の会の杉本和美、日本共産党の新人ら3人の候補者を破り、7選を果たした。2018年2月19日、 周囲から体調不良を指摘され夜になって、自らの足で病院へ向かい、そのまま入院。翌20日に、菅義偉官房長官が入院の事実と、軽度の脳梗塞の疑いがあることを明らかにした。同日より、公務も取りやめとなった。入院の結果、一過性脳挙血発作と診断され、24日には、一旦退院したが、26日になって再入院。 翌27日に特命担当大臣を辞任した。公認には福井寺氏が同日付で就任した。2019年10月31日に発生した火災による首里城の消失を受け、自民党の都市公園緑地対策特別委員長として早期復元着手など9項目で構成する都市公園整備の促進に関する緊急決議を行い、 国土交通省と等に申し入れた。対応した赤羽和義国土交通大臣は、首里城は国営公園で大切な文化財、国交省を先頭に政府を挙げてしっかり取り組むと答え、首里城を再建する意向を示した。2020年7月2日、2回、俊博広自民党幹事長と岸田文雄自民党政調会長が東京、 清井町の日本料理店で会食した際、同じ二階派の林幹夫元経済産業大臣や、岸田派の根本匠元厚生労働大臣、小野寺のり元防衛大臣らと共に同席した。岸田、小野寺、江崎らはかつて国対委員長を務めていた二階の元で、野党対策に汗を流した中で、当時の思い出話に花を咲かせたという。ありがとうございます。